大家好，我系死佬死佬，今日嚟打机机啦。今日我哋咧继续玩尸体派对嘅。由于上一集就唔知点解会死咗啦，我都唔知点解。跟住上网睇攻略咧，睇完我都唔系好明。跟住终于发现咗原来系点解啦，所以我哋可以继续拍啦。咁为咗时间嘅关系，所以我已经飞咗嚟呢一度啦，已经算最快噶啦，冇得 cut 噶啦呢度。冇错。咁我哋开始啦，继续，我哋继续上回嘅剧情。我今次唔会再戆居居咁样俾人拱咗落楼梯死噶啦。好啦，我哋继续开始啦。给我振作点啊？接棋。咁大家觉得之前啲剧情？哎呀，唔好喺度鬼咬啦，讲埋啲嘢先啦。好，大家觉得之前的剧情看过不想看的话，我直接在下面飞了、啊、大家都知道了，不过这些废话来的。好，我们继续。其实我真的想知道怎样可以一拳这样打开他，一拳还是一脚，他的手很短的。信じてたのに、どうしてみんな私の意見を聞いてくれないの。何言ってか分かんねえよ。即系笑得好鬼死格。咁我哋又去翻呢个可以自由控制嘅地方啦。鬼火，好可怜啊！呢、這个女仔已经唔正常啦，有一段非常可怕嘅思念。落入咗佢嘅脑海之中，究竟嗰个思念系出边啲人啊定点？冇人知道。好啦，咁其实之前咧，我哋去咗嗰边，落咗楼梯，所以先俾人推落楼梯嘅。咁有咩方法可以唔俾人推落楼梯呢？咁大家谂下啦，等人揭中啊！暴美嘅笑容充满满面地凝视喺呢边，跟住咧。你听佢笑完之后，佢人要震。哎呀，大家谂到未咧？点样可以避开唔去呢、這个唔俾人推落楼梯，而触发咗剧情？我最初谂唔到，我试咗几次，讲真，点样先可以做错咗啲咩咧？我喺度谂，原来就系行咗喺楼梯后。咁我哋应该点啊？其实我哋应该入女厕，入完女厕要检查一啲嘢。誰かいるみたいで気持ち悪いな。之前都冇。なんだこれ？個室の中が真っ黒に汚れてる。当我哋检查晒呢样嘢出翻嘅时候咧。他就要觸發劇情噶啦，咁我哋就可以勉为一死啦。原来就系咁，おかしくなりそうだ。就系之前我自己试，我两个选项都选晒。なんでこんなことになっちまったんだよ。跟住两个选项都被人推落楼梯，喺度试咗三次先得，非常之好。谂唔到系入嚟女厕啊！我讲喺度抱怨紧啦，就系啦，冇错，我继续。跟住我就冇玩到识咗啦，因为我唔想知个剧情啫。大家一齐睇啊嘛。死啦！不过依度大家睇咗喺度，嗰个想打老师，但系俾班长救翻嘅片段。なんだこの煙は。出てこい便所から。また吸ってたのか。いいえ。次目撃したら首だって言っといたよな、学校。冇啊，因为呢度要跟翻佢个配音，所以冇办法，冇得飞嘅，大家微笑等一等。睇埋啦，唔单止当系剧情重温咯。なんで学校にいるの？親からも感動されて別居状態。友達もいない。授業も出ん。不过永远睇呢个老师咯，真系唔知。つまらないからと学校に八つ当たりされても困るんだよな。即系块面特别干，
特別乾啊，跟住又凹入去，即係個嘴嘅兩個位凹入去嗰啲咧，唔知點解特別邪惡。楽しくないんだろ。なんでやめないのか意味がわからん。即係塊面圓潤少少嗰啲咧，睇起嚟都冇咁明。即係就算你睇下雜案，佢份塊面都好像。その家庭環境では進学だって考えちゃいないんだろ。雖然個下巴好尖嘛。はあ。ま、一年のこの時点からすでに三者面談にすら顔を出さない。お前んとこのご両親もどうかと思うがな。うちの親出来悪い俺のことを嫌ってるから。いや、それ以前の問題だろ。親としての自覚が足りん。俺にもし子供がいたら絶対にそんなことしないよな。まったく大人になりきれていない幼稚な親が。一丁前に子供なんか作るから、世の中幼稚なガキが溢れかえるんだよな。確かにな。確かに。無理にここに居続ける意味はないかもな。喺度等緊啲字幕，呢度最麻煩。こいつぶん殴ってやめてやる。因為咧飛又飛唔到啊！呢度我本身諗住 cut 咗呢個位。啊！真係，如果 cut 咗呢個位，跟住中途嗰啲嘢又好似交代得唔係好清楚，突然間轉佢又唔係咁好咁樣。授業料だけ出してりゃ親だとでも思ってんだろ。あの類は。あ、なんだその目は。教師に手出すなんて初めてだな。まあいいか。坪田先生。あ、おお、委員長、なんだ？教頭先生がお呼びです。すぐ職員室に来てくださいって。不論快咧，其實大部分體育老師都係咁粗聲粗氣嘅，唔知大家覺唔覺？そうか、わかった。ん？篠崎、お前の目はいつもキリッとしていて凛々しいな。先生、お前のような子は大好きだ。悩みがあったら何でも相談に来い。最低の先生。すまない。あなたも最低。え？今手出そうとしてたでしょ。あんなダメな先生の口車に乗せられて退学になって。そんな結末悔しくないの？意地でも思惑に乗らないようにかじりついてでも居座ってやりなさいよ。お前何泣いてんだ？ね、なんか感情的になると意味なく涙出るの。私一の五の岸沼君だっけ？ああ。私は三組の篠崎。出しゃばっちゃってごめんね。おお。あ、いや。じゃあ。なあ、さっきの教頭が呼んでるっての。嘘嘘。好啦，我哋翻翻嚟啦，终于都有经过啲黄昏。あの時の涙の泪。まだ言ってないな。呢个时候佢流紧泪，我仲未多谢佢。已经死咗啦，上一次，我今次救翻你翻嚟嘅啫。そうだよ。ここに閉じ込められたことが分かった時、何があってもあいつを守るって決めたじゃないか。我定决心去保护佢。俺の何があってもが今試されてんだよ。決心的时候，大叔，哇，跑住嚟。哦，嚟到啦！どうしてこんなことをするの？呢啲唔系呢度系咪有啲口水啊？佢讲到，点解要咁样做？入魔状态啊！暴美，因为嘅班长，梁氏会点样做咧？抽水。頼む。戻ってきてくれ。篠崎。いい
叫佢醒翻为零，抽水为实，揽住佢。クラスのやつら見つけて、全員でここを出るんだろ。心情嘅表白，唔通再嚟一个？喂，咁样就意味ねえんだよ。哇！点会啦？发啲咁嘅声出咗嚟啊！你乜发啲呻吟嘅叫声？我班长发出啲咁嘅叫声，就令人想入非非啊！跟住就，死ぬもんか。あれ、私。篠崎、お前。哇！捉嗰啲叫咩啊？俾人好似俾人迷奸，跟住发现醒咗，跟住。你只，お前戻ったのか？醒咗啦，俾你咁样抽水发仲唔醒咩？又唔系醉，落药啦，下次。出翻嚟，そうか。うん。发生啲咩事？さっきから目にしてる。ここで亡くなってる人たちは。啱啱就一直睇到一啲喺度死咗喺呢度嗰啲，即系班长有阴阳眼噶咯。みんな知らない人たちだったけど。唔系啊，见到细子噶，应该。さっきのすごく身近な人の。断末魔みたいな思念を浴びて。有个亲近的人，即系可能系细子喎。気づいたら、岸野くんにことどこれてた。你俾人迷奸啊！你知唔知啊？你咪撞鬼啊！啱啱醒翻嘅时候已经俾你抱住咗，呢种明显系迷奸嘅情况啦。あんなに拒否なくてもいいよな。先生は今次失手、下次へ翻翻嚟再回報。身近な人か。今回ばかりは。細緻。外れるといいな。勘。唔係搞錯咯。苦しくて、寒くて、喉だけ。焼けるように暑くて、湿気もしてて、真っ暗で。哇！失禁佢都 feel 到。もがいても、真係厲害。手も足もつかなくて、助けてって声も出なかった。佢呢個文字深層嘅表達咧，係想你將觸感融入喺你腦裏邊。わかったよ。痛かったよ。篠崎，しっかりしろ。振作啊！呢个时限。ちゃんと生きてる。唔系你等人就死啦！你死唔紧要，你唔好害埋我死。好啦。てか、ゆい先生本当にいないな。老师已经死咗啦。一度戻ってみようか。一趟教室。そうするか。サトシたちもいないしな。好啦，我哋终于都可以自由控制翻啦。哇，用咗人15分钟去交代呢个前边呢个剧情，超耐。会唔会又见翻啲咩咧？要嚟翻呢度。暴露已经。冇特別劇情好，佢就話我哋翻翻去，但一翻翻就見到嗰個僆仔咯。之前嘅鬼魂都唔見咗，起身隻手機唔可以睇，唔可以睇最尾嗰一篇。我而家唔敢讀呢啲嘢，我驚讀怕讀死咗。但好似之前話唔好睇報紙咧，但都係要睇。再嚟同个僆仔死过，呢度又过唔到去，入唔到。
咁我哋哇 save 咗先，好惊！理科室继续开唔到，就哇哇吓亲我！如影随形啊，又多一只鬼 ！Safe safe safe， 好惊！好啦，啱啱咁我哋就见到隻鬼入咗去保健室，咁我哋碟行碟过啊，定係入去呢？咁我哋焗住都要入去啊，冇计，当时啲剧情唔入去啦，分分钟直接就死。好啦，咁我哋入去啦。保健室里面传来咗一啲好开心嘅笑声。吓、啊，呢啲系细子同埋直美嘅笑声。哇！边个嚟噶嗰个？哇！你哋好开心喎、啊，仲多咗一只冇头嘅喺度。そう、私もね、学校大好きなんだよ。吓，嗰个简同学啊？铃木简啊，嗰、那个铃木同学唔可以啊！離れろ、早く！佢做咩又撞邪啊？先生も大好きだし、君たちと一緒だね。俾人迷惑咗啊？定系又癫咗啦？哇！嗰个冇头嗰个都几得人惊，隔篱有头嗰个就唔惊，应该。鈴本さん、おい、しっかりしろ。鈴本さん、わかる。おお、鈴子来了。篠崎さん、石沼くん。喂，簡同學，冷靜啲，三個人勁過兩隻鬼嘅。突然间班长咁正常嘅，而家之前都好唔正常。佢个180度转变实在太大了。大丈夫だよ。本当はこの子たちは悪くないよ。呢两个咁嘅隔篱嗰个冇头嘅，你都叫靓仔？唉，算啦，呢、這个靓仔整死咗三次啊！你真系可哀想な子たちなの。你可怜。嘅靓仔，你睇下呢个，佢哋系可怜，但你都可以过翻嚟啫。天神丁奉之部又系之前嗰啲啊，四名儿童连续被绑架事件啊，逐步啊，孩子们嘅死因已经证实系被现场拘捕嘅呢名老师手中嘅大型裁剪。用的教剪剪去了舌头，失血窒息而死。被害儿童中有一个人死后的遗体头部遭到切割，是不是切割？以及其他极其残忍的破坏，即是你打碎了它，跟着再当篮球咁打，割咗嚟再当篮球咁打，跟着再打碎它。就是隔篱嗰个木头 ，OK。相片中的四人即是被害者其中一人，在警方到达现场之际就看不到了下面的字，后面的报道被撕烂了，无法继续阅读。新聞の写真と同じ顔、同じ服装だ。他永远啲嘭一声都吓到我，唔知点解，我听完之后眼系会避一避。呢啲咁嘅幽灵同报纸上面的衣着是一模一样，隔篱的帽头咧，即系知一模一样，唔俾假嘅。さっき1階で追いかけてきた男の子の霊もこの写真の子だ。この子たちを放っておけないよ。
哇，咁有仁義道德啊，死咗噶啦佢。私ここにいる。佢真系俾鬼迷到好严重啊！阿简同学，ダメだ。鈴本，ここ出ようぜ。な。快啲啦！三个人难得，人哋两个人都叫难得啦，而家三个人，点解你斋喊啦？鈴本さん、ダメ。それ以上上がるか。大家喺度呼唤紧。哇！OK 喎，啲樣又唔恐怖啊，某程度上係啲好萌嗰啲小孩嚟嘅啫，真係冇頭喎，都大概有個輪廓嘅，好搞笑。喂喂，どうなってんだ？俾人叮！喂，咩事？做乜事？做乜事？シュウダキ！班長，你做乜？こいつら何しやがった？我哋點啊？我哋？哇！我哋过去救同学啊，要救唔到喎，咁点咧？哇！哇！点咧？我哋喺嗰边救佢，有冇啲咩道具可以咩咧？冇喎，好似。喂，救佢啊！哇！做咩啊你？好似流水咁嘅声，救佢唔到啊！真系，哇！好啦，咁我哋走啦，去捉住佢。点咧？而家做啲咩咧？寒気が。原来一啲咁萌嘅鬼咧，呢个步步进逼咧，都令人咁惊啊！真系，寒气驱唔走。触ることができるんじゃ、引っ張り出すこともできねえ。好似玩紧嗰啲埋烟捉鸡仔咁。どうすりゃいいんだ。なんとかしなきゃ。有咩办法？話話出てるぞ。流鼻血咁夸张，但点解流鼻血会面红咧？流鼻血咗啊！打你，你咪嚟经喎，你唔使咁。冇吸翻入去啊！你有冇常识噶？なんだよ、教えずに放っとく方がひでえじゃんかよ。阿伯伯睇住你流仲过分啊！こんにちは。哦，有第三个人出现。なんだこいつ？呢个系恨泉者呢个系。嗱，如果有睇动画，知呢个叫七星嘅，但我冇睇，所以我就知佢个名啦。呢、这个死鱼眼般嘅目光。あなた方はここに閉じ込められたばかりなのですね。系啊，被人关咗。そうだけど、あんたもか。見たことない制服だけど。穿住冇见过校服。私は。啊？とっくにここで死んでいます。あ、女真系死咗噶啦。大事な人を探しにここへ来ました。あなたもしかして奈穂さん？系咯，七星。はい。誰だ一体？七星系边个咧？但系我都唔清楚。呢个系边个嚟？系啊，边个？女高中生霊媒師の佐伯奈穂さん。女高中生灵媒师阿芝木七星。阿芝木系咪咁读？拉胡。灵媒师，灵媒师就咁嘅声啊！去年何か賞を取ってテレビ出てた小説家の？小説家。霊能相談や心霊情報のホームページもすごく有名なんだ。いつもサイト見てました、奈穂さん。あ
ありがとう。もう更新なんてできませんけれど。不过又几靓啊！呢条女都叫，有啲身材，几好。不过已经冇再跟。幸せの幸子さんのおまじないが乗ってから。哦，原来就系你搞到，原来就系你搞出嚟嘅，真系。幸运嘅杏子小姐坐手之后。心配していたんですけど。半尾都有灵媒嘅特质，我感觉。こんなことになっていたなんて。なあ、ちょっと。さっき人を探しにここへ来たって言ったな。はい。自分から来たのか。てか、来る方法があるのか。ここに。それは、ごめんなさい。系喎，佢点样入嚟嘅？真系又系用幸运嘅杏子方法入嚟。それよりお友達が大変なことに。そうなんです。どうしたらいいのか。私はここで死ぬ前に脱出を試みてこの学校を必死に調べました。其实呢个七星系究竟死咗未咧？佢话佢死前。どうやらこの異空間、定系呢个已经系灵魂嚟嘅咧？形成しているのは、呢度讲形成呢个天神小学嘅诱因。私たちの時代から30年前に起こった事件、児童4名連続誘拐殺害事件で惨殺された子供たちの霊。即系嗰四只怨灵就搞咗呢单嘢出嚟，咁都几易啊！成架巴士炒落山嗰啲又冇。さっきの新聞記事に写真付きで載ってた4人か。多分そうだね。私は途中力尽きて叶いませんでしたが。即真系鬼嚟噶呢个？我中途就断气咗，未能超度佢。あの子たちの霊を安息に弔ってあげれば、あるいは。但佢又唔似一般嘅鬼魂，佢又冇神识。多重次元の異空間も崩壊し、私たちへの無用な虐待もやめて解放してくれるかも。咦、終於講埋出去嘅方法啦喎。そう思うのです。不過呢個係猜測。安息に弔うって。佢講猜測，佢仲要。どうすればいいんだ。欠かせないのはもちろん殺害犯人の懺悔でしょうね。兇手嘅懺悔。まさかこの校舎にいます。凶手都在呢个学校舍里边。マジかよ。残業ってそんなやつ相手に俺らに何ができんだよ。是喎。你哋唔好怪佢倾偈喎，入边有个同学俾人吊起咗喎，而家。急いで保健室の霊二人を何とかしないと、お友達が。わかりました。とにかくそいつを探してみます。喂，唔好走咁快喎。喂，待てよ、篠崎。作家か霊能しか知らないけど、信じてみるよ。作家，佢系作家兼灵媒，即系可以作噶啦呢啲嘢。今は何でもありがたい。即系我哋而家要揾嗰个凶手啊！做咩你突然之间要喊啊？我仲要上去 save 喎，大佬。做乜呕啊你？喂，大丈夫か？平気、戻してないよ。平気に振る舞ってるけど。虽然表面上没事。プレッシャーでボロボロじゃないか。篠崎、早く出してやらねえと。こいつもやばいぞ。出口、出口はねえのか。それセーフティ。もう講笑よ。セーフ。
好啦，咁而家录咗差唔多半个钟啦，咁我哋今日就玩到咁多先啦，冇办法啦，前面嘅剧情比较多嘅关系，咁大家当重温啦，咁下一集就应该会好睇啲嘅啦，我相信系啦，希望系啦，咁好啦，下集再见啦，拜拜。